すっきりとした秋晴れのもと、こちらのフットサルのコートでは親子が一緒にスポーツを楽しんでいます。このスポーツ教室は普段運動する機会が少ない働く世代に親子の触れ合いを通して運動習慣をつけてもらおうと県などが企画したものです。指導するのは元日本代表でサンフレッチェの駒野雄一スクールコーチ。サッカーのミニゲームでは2人で手をつないでプレーする特別ルールもあり、声を掛け合ってしっかりとコミュニケーションを取りながらボールを追いかけていました。参加者は爽やかな汗をかいてスポーツの秋を満喫する一日となったようです。すごく上手になって、あの上手な友達にも勝てそうです。一緒にやるのはとても楽しいし、負けたくないです。娘が楽しいって言うんで、まあ、積極的に参加してる感じです。必死に子どもたちもボールを追いかけてゴールを決めてくれましたし、親御さんで楽しんでいただいたので、すごくいい時間になりました。